フェンネルさん、おはよう。お、もう来てたのか。フェンネルは早いな。うん、約束の10分前ですね。10分前行動ができるのは良いことです。これからも心がけてください。そういうフェンネルさんはいつからここに？僕たちより早く来てたから、15分前。30分前です。30分前。今日は雇い主に初めて会う日です。遅刻などもってのほか。とはいえ早く着きすぎる訪問も失礼にあたります。あ、フェンネルさんは真面目だな。あれ、そういえばローリエさんは？この近くにはいないみたいだな。え、どうしよう、そろそろ時間なのに。スマホに連絡してみるぞ。お、電話に出ないな。繋がるから電源は切ってないみたいだが。仕方ありません。待ち合わせ時間になっても来なかったら、私たちだけで先に挨拶しましょう。結局時間になっても来なかったね。セイジさん、ディル君、行きますよ。うん。どんな人か楽しみだな。うわー、壁に古時計がかけてある。雇い主の趣味でしょうか。良い趣味をしていますね。お、俺たちの雇い主は大学を卒業したばかりの女の子だと聞いてるぞ。内装は彼女のおじいさんでしょう。もともとこの店はその方が経営されていましたからね。さて、彼女は、はあ、あ、気持ちよく寝てたのに騒々しいな。ローリエさん。お、ローリエが一番乗りだな。うん、何をしているんですか？見ればわかるだろう。どうしてあなたが彼女の膝で寝ているのかと聞いているんです。今日からここが俺の寝床になるからだ。そうだろう、ご主人様。ほら、こいつも同意した。はあ、どう見ても困って笑っているだけでしょう。あなたも嫌なら嫌と言いなさい。でないと猫は調子に乗りますよ。言っても猫だからあんまり気にしないと思うよ。ま、それが猫のいいところでもあるかな。そういうことだ。ふう、俺は眠いから寝る。ローリエさんは自由だな。まだ自己紹介してなかったよね。ローリエさんからはされてない？本人は寝ちゃってるし。フェンネルさん、僕たちから自己紹介するでいいかな？そうですね。では、私からしましょう。フェンネルです。好きな食べ物はクリームチーズと生ハムのパスタ。得意料理はパスタ全般ですが、和、洋、中、何でも作れます。趣味は読書と仕事です。あなたが一人前のオーナーになれるよう、
私が指導するので、どうぞよろしくお願いします。セイジラ、好きな食べ物は焼き魚とどら焼き。得意料理は和食全般。趣味は風呂に入ることとスイーツ巡りだ。俺は力持ちだから、力仕事は任せてくれ。リルです。好きな食べ物はハンバーグとオムライス。得意料理は洋食全般だよ。特に好物のハンバーグとオムライスが得意かな。趣味は散歩とファッション雑誌のチェック。おじいさんが亡くなっていきなりお店を継ぐことになっちゃって大変だと思うけど、僕たちも協力するから一緒に頑張ろうね。ローリエさん、最後はあなたですよ。ローリエさん、大きな声を出さなくても聞こえている。ローリエだ。好きな食べ物はサンドイッチで、得意料理も同じ。趣味は寝ることと、お気に入りのものにちょっかいをかけることだ。俺を働かせたかった、それなりのご褒美はくれるんだろう。ローリエさん、雇い主をあんまり困らせないでください。あははははは。今挨拶した4匹がこの店で働くんだ。すでに開店の手続きは済ませていて、準備も万端。明日から問題なく開店できるのですね。それなら今日は一日寝ていられるな。これから俺たちを家に案内したい。そっか、住み込みで働くことになるんだもんね。どんな家なんだろう、楽しみ。わあ、映画に出てきそうな家。それにここだけ時間が止まったみたいだな。やはりあなたのおじいさんは良い趣味をしていますね。きっと中もこだわっているのでしょう。このような場所で寝泊まりできることに感謝します。俺は屋根さえあればどこでもいい。うん、俺も似たようなものだ。あなたたちは立ち話もなんだし、彼女に案内してもらわない？そうですね、案内よろしくお願いします。うわぁ、中も素敵だね。はい、壁の色とヴィンテージ家具が調和して落ち着く空間を作り出しています。ここで朝のコーヒーを飲むのは幸せでしょうね。おやすみ。ローリエはよく寝るな。寝る子は育つって言うし、寝ていていいぞ。ソファーは座る場所であって寝る場所ではありません。猫はソファーでも寝るだろう。ソファーに限らず居心地が良ければどこでも寝る。例えばご主人様の膝とかな。うん、よくわかる。まあ俺が彼女の膝で寝たら足がしびれて大変だろうが。僕も膝で寝たい気持ちはわかるかな。リビングは案内してもらったので、次は部屋に案内してもらいましょうか。僕たちが住む部屋は2階？もしかして4匹で住むのかな。それなら俺はリビングで寝させてもらう。
うるさいのはまっぴらごめんだ。私も勉強に集中できないので、うるさいのは困ります。かといってリビングで寝るというのは賛成しかねますが。俺は賑やかでいいと思うけどな。僕もみんなでワイワイするのは好きだから、4匹一緒でいいよ。え？2階に1匹ずつ部屋があるの？助かります。それならずっと寝てられるな。残念だな。聖司さん、みんなの部屋に遊びに行けばいいんだよ。僕はいつでも大歓迎だから、気軽に遊びに来てね。ありがとう。遠慮なく遊びに行くぞ。あ、たくさん部屋があるね。一番奥、右手の部屋はおじいさんが使ってた書斎で、そこは遠慮してほしいんだ。お前はどこの部屋を使ってるんだ？書斎の向かい？それなら俺はお前の隣だな。あ、ローリエさんずるい。危うい者勝ちだ。悪く思うなよ。この中で俺といい勝負ができそうなのはフェンネルだが、まあ俺の一人勝ちだろう。彼女の飼い猫になりたいのなら、自分が有用だと彼女に示せばいいのです。もちろんそれを示せる自信が私にはあります。争いからは何も生まれないぞ。俺はせっかくなら4匹で仲良くしたいな。僕も聖司さんに賛成。全員で彼女の飼い猫になればいいんじゃない？あ、でも飼い猫になったら僕を一番にしてくれると嬉しいな。どうしたの？なんだか戸惑った顔してるけど。僕たちみんなお店を手伝いに来てくれただけだと思ってたから、飼い猫って言われて戸惑っちゃったんだ。もしかして学校から何も説明されてない？そっか、じゃあ戸惑うのも無理ないよね。念のため確認させてください。猫が学校に入って知識と生きるスキルを身につけることはあなたも知っていますよね？さすがにそれは知っていましたか。生徒は飼い主か雇い主を見つけることで学校を卒業することができます。早く卒業する猫がいれば、遅く卒業する猫もいるぞ。学校でいろんなことを学べるのは楽しいんだけど、やっぱり猫だからね。自分を心から愛してくれる飼い主や雇い主に出会うことを心待ちにしてるんだ。だから君がそうなるんじゃないかって期待しちゃって。ううん、謝らなくていいよ。期待しちゃった僕たちも悪いんだし。それならそれで問題ない。ローリエさん、こいつは喫茶店を存続させたい。でも人手が足りない。ノウハウもない。後者に関しては俺たちも素人だな。これから学べばいいだろう。ローリエさんの言う通りです。彼女の飼い猫になりたいのなら、自分が有用だと彼女に示せばいい。最初はその気がなくても、有用な猫であれば飼おうという気持ちになります。確かに。2匹ともしっかり考えてるんだな。猫はみんなに愛される生き物だ。そっちの方面でご主人様をその気にさせるって方法もあるぜ。
例えばこんな風に尻尾をご主人様の体に巻きつけて、にゃーって泣いて甘えてその気にさせるとかな。わ、大丈夫？彼女を困らせないでくださいと何度も言いましたよね。困らせる？猫らしくアピールしただけだ。喋ってたら眠くなってきたし、部屋で寝させてもらう。まったく、彼は。まあ、猫らしいといえば猫らしいよね。いきなりのことで彼女が混乱してるし、今日はここでお開きにしない？そうですね。の、ディル君はどの部屋にしますか？じゃあ、ローリエさんの隣にするよ。では、私は一番階段に近い部屋にします。それなら、フェンネルの隣にするぞ。これで全員、部屋が決まりましたね。うん。あ、さっきの飼い猫の話なんだけど、今すぐには決められないけど、前向きに考えたい？だから時間が欲しい。うん、そう言ってくれるだけですごく嬉しいよ。学校側から派遣期間を設けられていませんからね。あなたに飼いたいと言ってもらえるよう努力します。それで全員飼い猫になれたら幸せだな。まずは喫茶店の手伝いです。明日が初日なので皆さん頑張りましょ。はーい。お、とは思わなかったな。危うく叩かれるところだったぜ。ん？なんで自分の部屋があるのに隣で寝てるのかって？ここが寝床だからだ。猫はいつでもどこでも寝られるから部屋で寝ても構わないんだが、やっぱり居心地のいい場所で寝た方がぐっすり眠れるからな。お前のそばが一番よく眠れる。驚いてるのか？お前は俺のお気に入りだ。そうやって俺の言動にすぐ反応するのが見てて面白い。俺はいたずら好きだからお前みたいな人間が好みなんだ。俺のような猫は嫌いだ。どう答えたらいいのかって顔をしてるな。お前の困る顔嫌いじゃない。ほら、もっと近くに来い。ああ、これならぐっすり眠れそうだ。ですか。こんな時間にどうしたんです？ローリエさんが隣で寝ていて眠れそうにないんですね。わかりました。私が彼を起こしてきましょう。
何ですか？ぐっすり眠っているから起こすのはかわいそう。あなたはそうやって甘やかすとつけ上がりますよ。まあ、あなたがそう言うのなら無理に起こすのはやめておきましょう。ですが、本当に困っていたら遠慮なく言ってくださいね。お礼を言う必要はありません。私たちはここにお世話になっている身です。できる範囲で力になるのは当然のことですよ。そのために今も、ああ、喫茶店経営に役立つ本を読んでいたところです。私も喫茶店経営は初めてなので、できるだけたくさんの本を読んで勉強しなければと思っていまして。別に偉くはありませんよ。やるからには完璧に、それが私のモットーです。完璧にできるかはわからないけれど、あなたも自分なりに頑張りたいと思っているのですね。素晴らしい。それでこそ私たちの雇い主です。あなたとなら切磋琢磨していけるでしょう。握手ですか？こちらこそよろしくお願いします。さて、私はもう少し勉強します。明日は早いのでもう寝た方がいいですよ。はい、おやすみなさい。おはよう。うん、元気な返事だ。おっと、危ない危ない、危うく鍋が吹きこぼれるところだった。ああ、今日は俺が朝食当番なんだ。うん、そういえばお前に話してなかったな。お開きになってからみんなと相談して当番制で料理を作ることにしたんだ。お前か？お前は俺たちの雇い主で、ここの家主だから料理当番には入れてないぞ。そんな申し訳なさそうな顔をするな。お前、卵焼きは好きか？好きか嫌いかで言うと好きなんだな。それならよかった。ちょうど卵焼きが出来上がったから味見してくれ。さあ、あーんだ。どうした？あーんされるのが恥ずかしいのか？ここには俺とお前しかいないから、誰かに見られる心配はないぞ。ほら、あーん。よしよし、次は味噌汁を飲むか、それとも煮物を味見するか。たくさん味見すると朝ごはんを食べられなくなりそう。お前は小食なんだな。じゃあ最後にもう一口だ。あーん。お、まるで猫みたいに逃げていったな。仕方ない、味噌汁は俺が味見するか。父、舌を火傷してないといいが。あ、うん、僕は大丈夫だけど、君の方こそ大丈夫？そっか、怪我がなくてよかった。でもいきなりリビングの扉が開いて君が飛び出してきたからびっくりしちゃった。
何かあったの？あ、よく見たら顔が赤いね。もしかして熱でも？熱はないんだね。それを聞いて安心したよ。僕は散歩してきたところなんだ。うん、散歩が趣味っていうのもあるんだけど、この町に来たばかりでどこに何があるのかまだ分かってないからさ。散歩ついでにどこにどんなものがあるか探検してきたんだ。おしゃれな雑貨屋さんに隠れ家的なお店、それに木漏れ日が気持ちよさそうな公園を見つけたよ。あそこのベンチで昼寝したら気持ちよさそうだし、天気のいい日に行こうかなって計画してるんだ。そうそう、公園の近くにコンビニがあったから寄って雑誌を買ってきたんだけど、どこのページだったかな。あ、これこれ見て見て、このコーデ今の流行りだし、何より君にすごく似合うと思う。このコーデならメイクはちょっと大人っぽくてもいいかも。自己紹介の時にも言ったけど、ファッション雑誌のチェックが趣味なんだ。それだけなら大した出費じゃないんだけど、雑誌に載ってる服を見ると買いたくなっちゃって、我慢しなきゃって思うのに一式揃えちゃうんだよね。だからおしゃれなんだねって。ありがとう、おしゃれが大好きだからそう言ってもらえてすごく嬉しい。実は今の話をして無駄遣いする猫だって呆れられるんじゃないかって心配だったんだ。服だけじゃなくメイク道具も揃えてて、メイク道具ってどれも可愛くておしゃれだからついつい集めちゃうんだけど、僕じゃ使えない色とかもたくさんあってもったいないなって思っててさ。だからもしよかったら君に使ってもらえないかなって。そっか、メイクにあんまり自信がないんだ。自分でもメイクしたりするから僕が教えようか。じゃあ決まり。君って素材がいいからメイク映えすると思うよ。ディル君、それにあなたも。こんなところで何をしているんですか？あ、フェンネルさん、おはよう。おはようございます。彼女とはたまたま会ってファッションやメイクのことを話してたんだ。良いことですね。接客業に携わるのなら服装や化粧にも気を配らなければいけません。あなたの顔立ち、雰囲気は相手に好印象を抱かせます。服装や化粧にも気を配ればさらに印象が良くなるでしょう。フェンネルさん、彼女が困ってるよ。失礼しました、距離が近すぎましたね。フェンネルさんって天然で口説くから油断ならないかも。ローリエさん、おはよう。おはようございます。ちゃんと起きてくれて安心しました。こいつにご褒美をもらったからな。ご褒美？君、ローリエさんに何かあげたの？ん？また顔が赤くなったけど、やっぱり熱が。寝床を貸してもらった。寝床？まさかローリエさん、彼女と一緒のベッドで寝たの？そういえばローリエさんが隣で寝ているから眠れないと言っていましたね。フェンネルさんは知ってて黙認ってこと？こんなに早く飼い猫が決まるなんて思ってなかったよ。
にローリエさんを飼い猫にしたわけじゃないんだ。ああ、それはローリエさんが悪いよ。僕だって隣で誰かが寝てたらすっごく驚くもん。ローリエさん、なんで自分の部屋があるのに彼女のところで寝ようと思ったの？猫は居心地のいい場所で寝るものだろう。そういうわけで今晩もよろしくな、ご主人様。ずるい。僕も彼女と一緒に寝たい。猫は居心地のいい場所は譲らないものだ。あなたたち、彼女が困っていますよ。もうこんな時間ですか。確か今日の朝食当番は誠司さんでしたね。おお、賑やかだと思ったらみんな廊下にいたのか。呼びに行く手間が省けた。朝ごはんができてるから中に入ってくれ。くんくん、あ、お味噌汁のいい匂いがする。味噌汁ってことは和食か。たまには和食もいいですね。ねえねえ、君はどこに座るの？あそこ？じゃ僕は隣にするね。やるな。こういうのは早い者勝ちなんでしょ。ああ、早い者勝ちだ。あ、彼女の前の席。そっか、隣じゃなくて前っててもあったんだ。ディル君、隣いいですか？どうぞどうぞ。俺はローリエの隣だな。それじゃみんなで手を合わせていただきますだ。いただきます。この卵焼きふわふわで美味しい。焼き方にコツがあるんでしょうか。焼く前にしっかりフライパンを予熱して卵液を数回に分けて流し入れるとふわふわの卵焼きができるぞ。こっちの煮物も自信作だから食べてくれ。自信作だけあるな。味が染みてて美味しい。それに出来たてだからホクホクしてるよ。君もパクパク食べてるね。あ、ちょっとじっとしてて。ん、ペロペロ。あ、どうしました？食事中に立ち上がるのは感心しませんよ。頬を舐められたから驚いたと。猫が舐めるのは珍しくないだろう。ああ、猫にとって愛情表現だからな。誠司さん、誤解を招く言い方はやめてください。彼女が先ほどより動揺しています。別に間違ってはいないだろう。それはそうですが、言い方があるでしょう。猫が相手を舐めるのは猫の習性であり信頼の証なんです。おそらくディル君はあなたに対して家族のような愛情を抱き、それで舐めたのだと思われます。うん、君と過ごすことに安心感が出てつい。あ、お店ではやらないから。あと驚かせちゃって本当にごめんなさい。許してくれるの？ありがとう。あと、さっきのあれは愛情表現というより君の頬におかずがついてたから
思わず舐め取っちゃったんだ。次からは気をつけるけど、また猫の本能が出ちゃったらごめんなさい。え？猫の本能なら仕方ない？自分の方こそ騒ぎすぎてごめんなさいって？ううん君って優しいね。好きになっちゃいそう。ビル君。あははは、ごめんね。お味噌汁が冷めちゃうし、料理が冷めるのももったいないから食べよっか。ごちそうさまでした。セイジさん、もう食べ終わったの？ああ、俺は一口が大きいからな。だいたい早く食べ終わるんだ。しっかり噛んでいますか？飲み込むのは体によくありませんよ。心配してくれてありがとう。ちゃんと噛んでるから大丈夫だぞ。ああちょっとな。お前、きんぴらごぼうを美味しそうに食べていただろう。俺のもやろうか？悪い？遠慮しなくていい。ほら、その調子で全部食べてくれて構わないからな。ローリエさん、彼女に餌付けしないでください。餌付けって、彼女の方が猫みたいだね。ローリエさん、きんぴらごぼうを全然食べてないでしょ。僕のを少しあげるよ。あ、いや遠慮しないで。もしかして苦手なんですか？あ、苦手な料理だから彼女に食べてもらったの？辛い料理が苦手なんだ。そうだったのか。知らなかったとはいえ、悪いことをしたな。料理当番を決めた時に聞いていませんでしたからね。良い機会です。皆さんの苦手な食べ物を教えてください。俺は辛い料理全般だな。特に苦手な食べ物はないぞ。ああ、猫舌だから熱い飲み物は苦手だな。私も特にありませんね。僕は特に生魚が苦手なんだ。猫なのに意外だな。うん、子猫の時に生魚を食べてお腹を壊しちゃって、それ以来苦手なんだよね。お前はどうだ？苦手な食べ物はあるか？そうか、特にないんだな。好き嫌いがないのはいいことだ。では晩ご飯からそれぞれの苦手な食べ物は避けて作りますね。当番はフェンネルさんだもんね。どんな料理なんだろう、楽しみ。君も？明日の朝ごはんは僕だから、期待してくれると嬉しいな。俺の料理を食べたら病みつきになるぜ。皆さん、食べ終わったのなら片付けをしてください。このままだと開店に遅れてしまいます。わ、大変！あ、急いで片付けするぞ。ふぅ、間に合った。大急ぎで来たから、むしろ開店時間に余裕があるな。うん、開店は10時だけど、まだ8時前だし、急いで来ることなかったかもね。そんなことはありません。開店前にやることはたくさんあります。
レジの立ち上げ、食器類のチェック、食材やドリンクのチェック、店内の清掃チェック、そして何より大事なのは販促です。お店の準備が万全でも販促活動を怠っていたら来客が見込めませんからね。その点は問題ありませんか？うん、チラシを作成して近隣の住宅への配布は済ませているのですね。他にも以前の常連客に声をかけていると。そういえばホームページは作成していますか？ではどんなホームページなのか確認させてください。フェンネルさん、僕たちは開店まで何をしてればいい？そうですね、清掃チェックと食材やドリンクの補充が十分かも確認してください。了解。あ、食器類のチェックを忘れていましたね。何ですか？まだ開封していない段ボールがある。それでは準備万端と言えません。すぐに使う予定がなくても中身は確認しておくべきです。誠司さん、お願いできますか？あ、任せてくれ。さて、残りはローリエさんですが、ローリエさん、何をしているんですか？レジを立ち上げてるんだ。それとレシートに喫茶店名が印字されるよう設定しておいた。おや、店名の上に猫のマークが印字されていますが。猫が店員なんだから、それをアピールしないと損だろう。最近では人型猫の店員は珍しくありません。しかし働いていると知れば興味を惹かれて訪れるお客様はいるでしょう。良い着眼点ですね。あとセット割引が入力されたら自動的に割引されるよう設定しておいた。わざわざ割引計算しなくていいから、その分手間が省けると思う。どうした？猫なのに鳩が豆鉄砲食らったような顔をしてるぞ。失礼ですが、あなたは寝ることにしか興味がない猫だと思っていたので、実はとても優秀な猫なんですね。さてどうだろうな。俺を働かせたんだ。ご主人様はどんなご褒美をくれるんだ？はあ、さほど働いていないのにご褒美をねだらないでください。あなたが優秀だと分かったので頼みたい仕事がいくつかあります。まず、本気を出せば何でもできそうなのに、猫らしく気まぐれなのがたまに傷ですね。ん？ああ、ホームページの確認でしたね。見やすくデザインの配置も分かりやすい。ただ店内の写真が少なく感じますね。せっかく年代を感じさせる喫茶店なのに、そちらをアピールしないのはもったいないです。制作会社は、わかりました。後ほど私から会社に連絡して、修正連絡と追加費用の相談をしておきます。はい。写真を掲載するなら、私たちが写っている写真はどうかと。ああ、悪くない案だと思います。とはいえ私たちだけで決めるわけにはいきませんからね。彼らにも相談してみましょう。ローリエさん、起きてください。
目を覚ます気配がありませんね。すみません、あなたが彼を起こしてあげてください。ああ、起こすときは優しくお願いしますね。あ、もう開店時間か。まだ開店まで時間はあります。実は彼女から私たちの写真を撮ってそれをホームページに掲載するのはどうかと提案されまして。俺は構わない。うん、ディル君とセイジさんにはあなたが聞いてきてくれるんですね。ではお願いします。ふう、これで綺麗になったかな。あれ、どうしたの。ああ、掃き掃除してたんだ。ちょうど終わって喫茶店に戻ろうと思ってたところだよ。写真？わあ、みんなで写真を撮るなんて楽しそう。もちろん賛成。あ、ちょっと待って、看板に営業時間とおすすめメニュー、それに絵を描いてみたんだけど、どうかな、絵が上手？ありがとう。さすがにプロみたいは褒めすぎだよ。さてと、セイジさんも呼んでこなくちゃね。セイジさん？さっき食材とドリンクを確認した時に厨房にいたからまだいると思うよ。でっかい段ボール箱を軽々と持ち上げてそのまま片手で中身を出しちゃうんだからすごいよね。いいなあ、憧れちゃうよ。え、僕の絵の才能に憧れちゃう？え、あ、引き止めちゃってごめんね。じゃあまた後で。よし、これで全部だな。おお、お前か。どうした？そっちの確認は終わったのか？俺たちの写真をホームページに掲載するのか。別に俺は構わないぞ。他のみんなも賛成なら問題ないな。ああ、そうだ。開封していない段ボールがあると言っていただろう。あれ、全部開封しておいたぞ。頻繁に使用するグラスやコップ、皿類はそこの棚の中段に。鍋やフライパンは下段。上段には使用頻度が高くなさそうなものを入れておいた。お礼なんていい。自己紹介の時に力仕事は任せてくれと言っただろ。食材が入った段ボール箱を厨房に運んだりするのは大変だろ。そういう時は遠慮なく俺に声をかけてくれ。力になるぞ。よしよし。俺に頭を撫でられるのは嫌か？嫌じゃないけど、こういうことは人間がするものじゃないかって。確かにその通りだ。これじゃあどっちが人間で猫かわからないもんな。どうだ？これなら俺の頭を撫でられそうか？これはいいな。セイジさんたち何して。ああ、ディル君、大声を出してどうしたんですか。これは、はあ、セイジが抜け駆けするとは思わなかったな。抜け駆け。ああ、みんなも彼女に撫でてもらいたいのか。まあまあだな。その割に気持ちよさそうですよ。え、
僕も。じゃあちょっとだけ。わあ、気持ちいい。幸せ。ねえねえ、フェンネルさんも彼女に撫でてもらったら、すっごく気持ちいいよ。いえ、私は遠慮します。猫は頭を撫でてもらうのが好きだし、フェンネルさんだってそうでしょ。ほら、彼女も遠慮しないでって言ってるしね、撫でてもらおうよ。ディル君、私は遠慮すると言って。いいからいいから。フェンネルさんも気持ちよさそう。猫だから仕方ありません。それよりみんなで写真を撮るんでしょ。私は先に行っていますよ。気まずくなって逃げたな。フェンネルさんって意外と可愛いところがあるんだね。よし、俺たちも行くぞ。立ち位置はどうする？セイジさんは一番背が高いから後ろ？そうですね、次に高いのがローリエさんなので、セイジさんとあなたが後ろ、私とディル君が前でいいでしょう。こんな感じか。わ、セイジさん。おお、すまんすまん、ちょうどいい位置にあったからつい慣れてしまった。フェンネル、お前つむじハゲてるぞ。ローリエさん、笑えない冗談はやめてください。寿命が縮まるところでした。あんまり怒るなよ、カッカするとハゲやすくなるぜ。あなたが怒らせるような発言をしたからでしょう。あ、ほら、彼女が写真を撮ってもいいのかなって顔をしてるよ。みんな笑顔で。はい、チーズ。どう？よく撮れてる？うん、いい感じ。みんなも見てみて。あ、それぞれの特徴が出ていて、いいと思うぞ。ピンボケしていませんし、これを制作会社に提出してトップ画面にしてもらいましょう。これでやることが終わったなら、開店まで寝させてもらう。開店が10時だから、あと30分くらいあるね。あ、そうだ。ねえねえ、彼女をお客さんに見立てて接客シミュレーションをしてもらうのはどうかな。私たちは接客経験がありませんし、事前練習は必要でしょう。ローリエさん、そういうことなので起きて練習に参加してください。休み暇なしとは、後でたっぷり褒美をもらわないと割に合わないな。それで、この中の誰から接客をするんだ？じゃあ僕。ほら、言い出しっぺだし。では、ディル君がお願いします。はい。入店するところからシミュレーションするって？うん、よろしくね。いらっしゃいませ。お席に案内しますね。こちらにどうぞ。メニュー表になります。ご注文が決まりましたらベルでお呼びください。
お手洗いですか？お手洗いは…あちらになりますね。それではごゆっくりお過ごしください。しっかり接客できてたのになんでため息をつくんだ。彼女にお手洗いの場所を聞かれてすぐに答えられなかったから、ちゃんと店内を見てなかったんだなって。ああいう対応をしたらこの店員は新人だなってお客さんに気づかれちゃうよ。それで失敗したってため息をついたんだ。失敗は成功のもとです。今回の失敗を次に生かせばいいですよ。それに失敗ばかりではなかったでしょ。言葉遣いは問題ありませんでした。すみません、正直に言うとギル君がきちんとした言葉遣いができるか心配だったんですよ。あは、僕って年上のみんなに対してもタメ口だもんね。だからそう思っちゃうのも無理ないよ。今更だけど敬語にした方がいい？俺は気にしないから今まで通りでいいぞ。お前に敬語を使われたら背中がむずがゆくなりそうだ。きちんと TPO をわきまえられるのならそのままで構いません。みんなありがとう。呼び出しされたから行ってくるね。ご注文は、シェフの気まぐれパスタですか？確認してくるので少々お待ちください。フェンネルさん、シェフの気まぐれパスタって何？メニューに記載されていますね。確認不足でした。ほうれん草を多く仕入れたのでほうれん草とベーコンのクリームパスタにしましょう。お客様から内容を聞かれると思うので皆さんも忘れないようメモなどして覚えてください。わかった。お、はい、お待たせしました。シェフの気まぐれパスタ、食後に紅茶ですね。はい、内容はほうれん草とベーコンのクリームパスタです。そちらでよろしいですね。では失礼します。ディル君、初めてにしてはよくできていましたよ。俺もディルを見習わないとな。では次はセイジさんお願いします。お、任せろ。接客は大事ですが会計も大事です。なので会計を練習してもらいましょう。まず簡単な使い方を教えますね。先ほど彼女が注文したのはシェフの気まぐれパスタと紅茶です。気まぐれパスタが1000円、紅茶が500円なので1500円と入力します。そして小計ボタンを押すと合計金額が表示されます。値段が間違っていないか確認してください。お、1500円なのに1200円と表示されてるぞ。ああ、セット割引ですね。食事と一緒に飲み物を注文した場合定価から300円引くようローリエさんが設定してくれました。ローリエが？お前すごいな。ちょっと説明書を読めば簡単に設定できる。いや、読んだだけじゃ無理だと思うよ。ローリエさんってすごいんだね。普段は怠け者ですが実はすごい猫なんです。俺を褒めても何も出ないぞ。
お前、こっちに来てどうした？なんで頭を。ちゃんと働いたご褒美か。そこ、耳の付け根は。僕も。にゃー、ゴロゴロ。俺たちもまた彼女に撫でてもらうか。大丈夫です。それより続けますよ。賞金が出たらお客様から頂戴した金額を入力します。今回は1200円ちょうどにしましょう。入力したらお預かりボタンを押します。しばらくするとレシートが出てくるので、こちらをお客様に渡してください。今回はお釣りなしでしたが、お釣りがある場合はレジ引き出しが開きます。その時は表示された金額をお客様に返してくださいね。うん、大体わかったぞ。良い返事です。早速実践してもらいましょう。今回も彼女にお客様役をしてもらいます。伝票を持ってレジに来てください。シェフの気まぐれパスタ、紅茶セットですね。合計1200円になります。誠司さん、なりますよりもですやございますを使った方がお客様への印象が良いですよ。案外お客様は言葉遣いを気にします。特にこのお店は彼女のおじいさんの代から続いていますし、気にされる方は多いでしょう。合計1200円です。1200円でございます。もうございますよりですの方が言いやすいな。それならですで構いません。金額をぴったり受け取った時は頂戴します、お釣りがある時はお預かりしますとお客様に伝えてください。お釣りをお返しする時はお札、小銭の順番にすると、これも印象が良いですよ。覚えることがたくさんで頭が混乱しそうだな。今のはそうした方がお客様への印象が良いということなので、難しく感じるようであれば自分にできる範囲で構いません。とはいえあなたはこの店のオーナーです。オーナーは店の顔ですからね。しっかりした言葉遣いを心がけてください。良い返事です。開店5分前です。練習はここまでにして、お客様を迎える準備をしましょう。どんなお客さんが来るんだろう、ワクワクしちゃうね。ああ、記念すべき一人目のお客さんだからな、全力で歓迎するぞ。猫に全力で歓迎されたらお客さんが大変なことになるな。歓迎するのは良いですが、ほどほどでお願いしますね。お客さん来るかな、来るかな。緊張してそわそわしてるな。俺は体を動かして緊張を吹き飛ばすぞ。あ、こら、店の中で走らないでください。ふう、あ、みんな集合集合。あ、さて本気を出すか。皆さん笑顔で出迎えてください。いらっしゃいませ、ようこそ喫茶金運へ。